皆さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、ボロディ、オペラ、イーゴリコー10曲の解説を始めていきたいと思います。6回目の今日は442小節目から540小節目までを解説していきます。442小節目から先は84小節目からの再建になります。でしばらく休みがありまして、ベースは468小節目から入ります。そしてチェロと共通の譜面を使用している場合、461小節目から7小節間はチェロもディビージとなっています。このディビージの譜面につられて、ベースが下のバートを間違って弾いてしまう可能性がありますので、この7小節間は間違って弾かないように注意していただきたいと思います。468小節目から5小節間はアップから入っての弓順となります。でこの5小節間はアウトとインでディビージとなっています。まず上のパートなんですけれども、ポジションは第3ポジションを使って実は2で取っていただきたいと思います。その先473小節目で D が出てきますので、これを見越して第3ポジションで2-4とまとめて取っていただきたいと思います。で下のパートなんですけれども、オクターブ下の実は第2第3の中間ポジションで1で取ります。5小節から1で取って第3ポジションに跳躍して D を4で取る形となります。両パート473小節目頭を出しますと、それぞれこのようなポジションとなります。473小節目からもポジションを説明していきます。ポイントは2拍目のギス、次の小節の1拍目のゲーをどの指で取るかでポジションが大きく変わっています。これも複数のパターンを織り交ぜながら説明していきますと、まず1つ目は第3ポジションで D を4で取ってますので、ポジションを変えずにギスを D 線で2で、ゲーも1でまとめて取る方法があります。こちらで取った場合、次のチス、フィスを1、1と取って最後はヒス、アイス、A になりますので、ハーフポジションでヒスを4、アイスを1と取る形となります。2つ目は2拍目のギスから第2第3の中間ポジションを使う方法があります。 D を4で、ギスも同じく4で取って、今止まりましたフィスまで第2第3の中間ポジションでまとめて取る方法があります。それ以降は同じ形ですね。ヒスとアイスを4、1とハーフポジションを使います。これが2つ目のパターンになります。で3つ目なんですけれども、ゲーまでゲー線1本で取る方法、 D を4で、ギスはハーフポジションまで戻って、ギスを1、ゲーを開放と取る方法があります。で次のチス、フィスは第1ポジションで4-4で、ギスを2と取っていただいても構いませんし、それまでと同様にハーフポジションでアイスとまとめて4-1と取っていただいても構いません。もう一度聞きますと、もう一度先ほどの3つのパターンのポジションを順繰りに演奏していきます。このような取り方があります。477小節目からまず棒いくなんですけれども、最初のディスをダウンで弾いて、次の小節のディスをダウンで弾き直しを行って、ダウンダウンアップと弾いていただきたいと思います。でポジションなんですけれども、最初のディスはハーフポジションで D 線を使っていただいても構いませんし、次はディス D になりますので、アー線で第2第3の中間ポジションでアー線で4で取っていただいても構いません。こちらで取った場合、ディスを4、D を開放、もしくはアー線で2で取った後、479小節目以降も1、1とチスとフィスをまとめて取る形となります。まとめて取る場合はこのようなポジションとなります。485小節目以降のポジションですが、オクターブのフレーズになっていますので、各小節のオクターブをまとめて取るようにしてください。最初はフィスのオクターブになりますので、第5第6の中間ポジション、F は第5ポジションで、 A は第4ポジション、この要領でまとめて取っていただきたいと思います。その先もゆっくり聞きますと、最後は16分音符の刻みになりますので、間違えないように注意してください。で489小節目と491小節目の D のオクターブ、下の D は先ほど開放を使いましたが、アー線で押さえて取っていただいても構いません。
493小節目のピッチカートのポジションですが、前の小節がディスのオクターブで終わっていますので、第3、第4の中間ポジションのまま、アーセンで2で取るとポジションを変えずに取ることができます。前の小節からいきますと、このように取るとまとめて取ることができます。で、その後も A が続いていきますが、ポジションはそのままで取っていただいても構いませんし、お好みのタイミングで D 線に移って取っていただいても構いません。507小節目から先を通しながら説明していきます。ここはチェロがメロディー部分になっていますので、しっかり聴いて弾いていただきたいと思います。で、随所に出てくる D は、開放でもアーセンで押さえて取っていただいても構いません。ここまでこのような形となります。基本的にここまでのポジションは第一ポジションで全てまとめて取ることができますが、物足りなさを感じるのであれば533小節目535小節目の先ほど聞きましたように D と A を合わせてあえて第3ポジションを使って取っていただいても構いません。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明した部分は再現部分が多いので、ボーイングに関しては84小節目以降のボーイングと同じ形というふうに捉えていただければ問題ないと思います。そして485小節目以降のオクターブのフレーズですが、最初485小節目のフィスのオクターブ、この第5第6の中間ポジションは非常に押さえにくいポジションになりますので、演奏している最中も左手の形が崩れていないかも同時に確認しながら練習していただきたいと思います。6回目の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問、リクエストがございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。